この事務所に来る前、僕は富田正一郎の傷害事件を担当していました。だけどその時も国会議員の父親が息子の犯罪を金でもみ消した。今回と同じような傷害事件でした。やめろ、そこまでやる必要ないだろ。俺必死で止めたんですよ。やったのは俺じゃありません、正一郎です。次の日うちに警察が来て、急に逮捕されて、あそこにいた奴ら全員俺がやったって。後に友人の一人が、正一郎の父親が周囲の人間に金をばらまいて証言を変えさせていたと教えてくれました。だけど怖くて証言ができないと。だからダメだ、原型でいけ。なんでですか？相手が政治家の息子だからですか？やったのは正一郎ですよ。勤めていた事務所に圧力がかかり、僕は担当を外されました。主文、被告人を懲役2年に処する。この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。待ってください、松永さんは無実です。傍聴人はお静かに。裁判長、この資料を見てください。直ちに退廷を命じます。都合の悪いことは金を使って揉み消す、それが政治家のやり方です。正一郎はそんな父親を利用し、今も笑ってる。